はいどうも、ワンソクチューブです。いやー、マツダ3人気ですね。先日ね、コミュニティ機能でラブフォーとマツダ3どっちの動画から見たいですかっていうアンケートを取ったんですけれども、そしたらですね、マツダ3の圧勝だったので3500票以上ね集まって皆さん投票していただいてありがとうございました。なので今回マツダ3の動画から先にアップしたいと思います。ラブフォーね、納車されたばっかなんですけどね、それはまた後ほどということですね。今回ですね、マツダ3ファストバックのジェットブラックのですねシグネチャースタイルが装備されている、試乗車がありましたので、関東マツダ南浦和店さんで試乗させていただきました。試乗車はですね、マツダ3ファストバック 15S ツーリングの AWD ですね。シグネチャースタイルをつけて、オプション込み込みで317万5000円となっております。シグネチャースタイルはですね、フロントアンダースカートやらサイドスカート BBS の18インチホイールなど込みで71万円のところが49万8000円というお買い得なパッケージとなっております。これね、本当にねかっこよかった。先日アップした動画もね、ポリメタルグレーのシグネチャースタイルがついていましたが、今回ジェットブラックというねブラックに、こちらのシグネチャースタイルがついている試乗車があるのはなかなかレアかと思うんで、関東マツダ南浦和店さんに行った際にはですね、ワンソクチューブを見たというと、何もいいことないかもしれないですけど、私の取材がやりやすくなるかもしれないので、一声かけておいていただけると嬉しいです。はい、それでは早速ね、ジェットブラックのシグネチャースタイルの 15S ツーリングを見てみたいと思います。フロントリップにはですね、アンダースカート大きいのがついておりますが、ジェットブラックとね、相性良いですよね。一体感が出ていて、メーカー純正でねこんだけ、センスのいいエアロがついてるっていうのは、いいかと思います。そしてですね、ファストバックはシグネチャーウィングというグリルを縁取る、メッキがですねダーク塗装されているので、さらにねジェットブラックの黒と一体感があって迫力ありますよね。これが純正ですからね。そして気になっていた 15S、一番ベースグレードになる 15S なんですが、ヘッドライトがね、プロアクティブ以下だとどうなるのかっていうのが心配だったんですが、見てきましたよこちら。残念ながらですね、ポジションランプが豆球でございます。しかもこれ丸出しと、これは惜しいな、これだけ惜しいです。ロービームはね LED なんですが、アダプティブヘッドライトはなくてですね、オートマチックハイビームにとどまります。で、デイライト機能もありません。ここがね 15S の一番、弱点かなというふうに思います。ちなみにウインカーはこんな感じで点灯します。ただね、エクステリアの見た目はねこのように、上位グレードと何ら変わりがありませんね。で、マツダ3ファストバックの、ボディサイズは全長4459、全幅1797と、1800を切っている全幅なのがすごく良いですよね。そしてこのサイドにねキャラクターラインを全くない、ボディラインっていうのが特徴的となっています。そしてこちら BBS 製の18インチ単造ホイールですね。単品だと 41.4 万円もするので、これだけでもねシグネチャースタイルつけて元が取れてしまうっていう感じはします。このデザイン、またね、ブラック塗装されていて、ジェットブラックだとさらにね、迫力あっていいですよね。そして、サイドのアンダースカート、こちらも、リアタイヤの方に向かって、整流効果があるそうで、これもね、空気抵抗を低減する効果が実際にあるそうです。このジェットブラックの映り込み、半端ないですね。やっぱキャラクターラインがないので、このね、景色の中にある、美しさっていうのがありますよね。そして B ピラーも、ちゃんとピアノブラック塗装されています。これベースグレードでこれですからね、素晴らしい。そして、極太の C ピラーですが、これね後方視界がどうなんだ問題ありますけど、後ほど詳しく見てみたいと思います。そしてマツダ3ファストバック、このリアがねほんとたまらなくセクシーです。いや、この C ピラー周り、そしてリアフェンダー周りのこの曲線美、そして映り込みの美しさ、これたまんないっすね。そして、特筆すべきはサイドのねこのドアハンドル、これね鍵穴とかが隠されたデザインになっています。実際の鍵穴はこう引っ張って、こういうところにあって、今までマツダね、だと、ボッチがついていたのもそれもなくなって完全につるんとした、アウタードアハンドルになりました。ルーフスポイラーも大型なものが、シグネチャースタイルにはついていますが、ちゃんとエアが抜けるようになっていますね。そして、リアアンダースカートもこちらこんな形でディフューザー調になっていて、マフラーがねサイドから抜けるようになっています。いや、かっこいい。
そして、リアコンビネーションランプやウィンカーはこのように光ります。丸目4灯ではないのがね、この 15S のまたちょっと、マイナスポイントかなと思いますが、これでも十分かっこいいですよね。言われなければね、こっちがね、上位グレードって言っても、ね、全然わかんないかもしれない。まあ、プロアクティブ以上だとですね、まあ、こちらが丸目4灯になります。はい。黒、迫力ありますね。いやー、美しい。これね、かなり皆さんの物欲を刺激できておりますでしょうか。はい。続いて 15S の内装の方を見てみたいと思います。 15S のね、内装見るの初めてです。で、心配していたんですけどね、質感全然良かったです。ここもソフトパッドになっていますし、ステッチ付きの合成比較、しかもステッチがね、茶色になっていておしゃれですよね。で、ボーズが付いていなくてもこちらスピーカーパネルはありますし、メッキのドアハンドル、まあ裏がね、肉抜きされてるっていうのは前回お伝えした通りですが、メキされているので、そんなに気にならないです。そして中央部分はファブリックになっていますが、これでも全然いいです。ゴルフなんかよりね、内装の質感良いなと思います。で、アームレストのところにもステッチ付きの合成比較で覆われていますし、ウィンドウスイッチパネル、こちらもピアノブラック、さらにウィンドウスイッチ自体にもね、メッキの加色がされていて質感素晴らしいです。これでベースグレードですからね。で、ドアポケットにはドリンクホルダーが1つありますね。さすがにね、ヒンジは鋳造製ではないですが、はい、続いてシートの方を見てみましょう。 15S だとね、パワーシートの設定はありません。で、シートリフターとこちらね、ちゃんと座面が持ち上がる、こういうダイヤルもついていて、ドラポジはね、さすがマツダこだわってますね。はい。で、ファブリックシートなんですけれども、こちらもね、2色に塗り分けられていて、ステッチも茶色っぽいのがついていて、これがおしゃれな感じです。で、アクセルペダルはオルガン式ですね。それでは乗り込んでみましょう。いい音ですよね。マツダドア閉めた音にもね、こだわりを持っているそうです。で、細かく見てみましょう。15S のね、内装初めて見ますけど、全然こちらもね、劣ってないですね。8.8 インチの、ナビ画面、こちらもね、大きくなったのは、こちらも標準装備となっています。で、タッチ操作にはね、対応しなくなりました。で、タッチ操作に対応しなくなったので、こちらの手元のね、コマンダーコントロールで動かしますが、結構ね、ぬるぬるぐりぐり動きますよね。解像度も良くなっているので、地図のね、文字なんかも細かくて読みやすいです。で、2本指のピンチインピンチアウトにも対応しています。そしてエアコンパネルの周りなんですけれども、こちらのね、スイッチ、ダイヤルも接度感のある押しボタンになっているし、こちらはね、上を押すようになっていて、これピアノをイメージしたものだそうですが、横よりから押すよりも上から押した方が、まあ、人間工学的に押しやすいと、まあ、確かに言われてみればそうだって感じですね。そしてこちらには、シートヒーターはついていません。で、パワースイッチのところにもメッキ加色はありません。で、DVD のスロットと USB ポートが一口あるのは、上位グレードと同じですね。そして奥はちょっとした物入れになっていて、ドリンクホルダーの蓋が、こちら 15S には付いていません。これプロアクティブ以上だったかな。ただね、特筆すべきはですね、ニーパッド。ちゃんと 15S でも付いてるんですね。これ高級車にはね、付いてるっていう印象ありますけど、このクラスの、ね、218万円からですからね、15S。そしてこちら、スポーツモードの切り替えスイッチなんですが、入れるともう超控えめにスポーツってつくと、これもうちょっとね、画面上の演出あってもいいんじゃないかなとは思いました。はい。で、こちらの辺のスイッチも、押しごたえがね、結構カチッとっていうかね、万年筆のキャップを閉めたような食感っていうのはね、デザイナーさんがおっしゃってましたけれども、スイックッと入るような、押しごたえですね。そして、マツコネ、こちら見てみますが、結構ね、こういうね、表示のね、インターフェースなんかもおしゃれにデザイン統一されてますよね。あえてあんまり色を使わない、このね、大人なインターフェース。これはね、なかなか他のメーカーでは真似できないかなと。
アウディあたりをね、なんかベンチマークにしてる感じはありますよね。はい、続いてセンターコンソール周りなんですが、スライドして開けるタイプのアームレストコンソールの中にはですね、12V のシガーソケットと USB ソケット、そして海外の仕様にはなかった HDMI の端子もあります。ここめくっちゃダメですね。はい、スライドしないと開けられないんですね。なので鉱石の真ん中に人が座っているときはちょっと開けづらいかな。続いてダッシュボードなんですが、こちらもソフトパッド、上部もソフトパッドですね。で、エアコンのルーバーが縦に薄くなっているので、こうやってね、横方向に広がりのある、ダッシュボードになっていると。そして、こちら肝仕上げはエルパケ以上ですね。でこちらの、ノブもエルパケだと、メッキがつきます。ここにね、トリップのスイッチと、こちらも照度の切り替えスイッチなど、デザインがね、かなりね、こう、無駄のないデザインになっているのが好印象でした。で、こちらに360度ビューの、スイッチがありますが、今までね、解像度低くて見づらかった360度ビューも、このようにですね、解像感が上がって、見やすくなりました。これはね、現行のマツダオーナーさんはちょっと悔しいところかなと思います。これならね、十分実用性のある、カメラ映像になってるかなというふうに思いました。それ以外ではですね、下はスイッチ埋められちゃってますが、これポジションメモリーのスイッチなんで、こちら 15S にはついていませんね。はい、続いてステアリングホイールなんですが、デザイン自体は一緒です。ただ、シフトスイッチというパドルシフトが 15S には備わりません。またですね、レーンキープのスイッチもこちらは備わっていませんね。そして、7インチの、デジタル液晶メーター、こちらは 15S というか全グレードに標準装備となりました。このようにね、中央の部分を、情報を切り替えて表示することができます。今まではね、CX8 とかも L パケ以上じゃないとつかなかったのが、なんと全グレードに標準装備と、そしてガラス投影式のカラーヘッドアップディスプレイもなんと全グレードに標準装備と、マツダ3恐るべしって感じですね。そしてオーバーヘッドコンソールなんですが、ミラーはフレームレスタイプではないんですが、フレームが小さいタイプになってます。L パケだとフレームレスになりますね。そして室内灯も 15S でも LED で、サングラスホルダーも備わっています。そして、プロアクティブ以上じゃないと、車載通信機がつかないので、ここにね SOS コールのスイッチはありません。はい、続いて鉱石を見てみましょう。B ピラーがね、ちゃんとピアノブラックで塗装されているのが素晴らしい。で、鉱石ドアの質感も抜かりなしです。ここもソフトパッド、中央部分もステッチ付きのソフトパッド。で、メッキの加色がしてあって、中央部分はファブリックになっていますが、非常置き部分にもステッチ付きの合成比較。ウィンドウスイッチ台座もピアノブラック。スイッチにもメッキの加色がしてあって、もうベストオブ鉱石ドアと言っても過言じゃないぐらい、素晴らしい鉱石のドアです。ただしガラスエリアがデザイン優先のため狭くなっていて、ここにねこんだけぶっとい、パネルのようなものがついているので、まあ、室内のね、ガラスエリアはこのように、狭くなっています。これね、広報視界どうなのよ問題は後ほど詳しくお届けしたいと思います。それでは乗り込んでみましょう。鉱石ドアはね、やや軽い音になっています。そして、前席シートバックにはポケット、運転席側にはついてないですね。そして、膝前の空間、拳 1.5 個分ぐらい、まあお世辞にも広いとは言えないですね。そしてセンターコンソール後端にはエアコンの吹き出し口がありません。そしてね、鉱石にはね USB ポートとかシガーソケットとかが1個もないんですね。なので鉱石の人が充電しようと思った時、ちょっと困るかなと思いました。そして鉱石にもアームレストがちゃんと完備されていて、ドリンクホルダーが2つあるのはいいですね。 CHR にはね、鉱石アームレストないですからね。 Audi A3 でもないし、 Audi Q2 でも鉱石の、非常機はないです。それではですね、斜め後方の視界を確認してみたいと思います。運転席に座った状態から、斜め後ろを振り返るとこんな感じですね。
C ピラー確かに太いです。で、リアウィンドウも天地幅がないので若干確かに狭い感じはしますね。逆側に振り返ってみると、まあこんな感じ、まあこっち側はあんま見ないかな。でミラー越しに見るとこんな感じです。まあ斜め後方視界、まあ確かにいいとは言えないかな。はい、続いて、ラゲッジルームも見てみましょう。マツダロゴがねオープナーになっています。そして結構広いんですよ。ちゃんとフロアがね低いんで、67リッターのスーツケースが2個収納可能となっています。セダンだとねさらに、3つ収納可能だそうです。そしてラゲッジフロアの高さがあるのがいいですね。しかもラゲッジ照明も LED で、ラゲッジアンダー坊主ついてないとこんな感じになっています。そしてエコー席を畳んでみましょうかね。はい、畳むとこんな感じで、まあほぼフラットな感じで、つながるというので、意外とね大きなものも乗せられるかな。車中泊がちょっと厳しいかもしれないですけどね。といった感じで、マツダ3ファストバック 15S ツーリングの、シグネチャースタイルがついたモデルのエクステリアと内装を見てみましたが、いかがでしたか。まあ個人的な感想としてはですね、 15S でも全然十分かっちょいい、シグネチャースタイルつけるともね本当にかっこいいですね。ただ残念なのが、もう本当ポジションランプこれだけ、これだけですね。ここだけなんかねアフターパーツとか出るんじゃないかなと。ここさえ良ければもう 15S で十分かなと。逆に言えば 15S じゃないの買ってほしいから、あえてこういうね、豆球になっているのかもしれません。内装においても全く問題なしですね。いやまさかベースグレードでここまで内装の質感いいと思わなかったです。確かにコネクテッド機能がないとか、まあ、クルージング&トラフィックサポートという、まあ、渋滞時のね、レーンキープ機能などが備わらないなど、まあ、ちょっとね確かに劣る部分はあるんですけれども、まあ、これでもね走る曲がる止まるとか従来のね車から比べたら、まあ、そういったね、自動運転とかコネクテッドとかなくても大丈夫って人にとってはもうこのね 15S で全然十分かなというふうにも思います。次回はですね、こちらの試乗もしてきましたので、実際に走ってみて 1.5 リッターガソリンどんな感じだったのかもレポートしたいと思いますので、お楽しみに。そして前回の、車マニアック写真クイズの答えなんですが、レンジローバーベラールでした。結構ね答えた方いらっしゃいましたね。そして今回の写真は何の車でしょうか。分かったらコメントくださいね。それでは買いたいあなたの背中を押すチャンネルワンソクチューブ、次回もお楽しみに。